Hello everyone. How are you? I'm very, very, very hot and cool. 皆さんこんにちは。ザワチャンネルのザワでございます。今回は本日発売のトミカプレミアムを買ってきたので紹介したいと思います。それがこちら。はーぽん。マクラーレンセナ。イェーイ。ふふ。はい、今回はマクラーレンセナ。こちらのトミカプレミアム発売記念仕様とノーマルです。ちなみに今こちら、こちらの都合上で、2台、その他の2台は買えませんでした。ちなみにこの後は、ノーマルのトミカの方を紹介していきます。あ、でもこの動画じゃなくて、この次の動画ですけどね。それでは開けていきたいと思います。来たよ、まだ。今すぐに開けてやるからな。というわけで開けましょう。でもマクラーレンセナ、まあ皆さんご存知ではない方が多いかもしれないんですけど、セナはもう元有名な F1 レーサーだったですよね。306グランプリの方でまあ亡くなっちゃったんですけどね。まあ F1 の事故死って感じですからね、あれは。まあ気になる方は調べてみてください。ではまずマクラーレンセナトミカプレミアム発売仕様から見ていきたいと思います。トミカプレミアム番号は14番です。はい、こちらのマクラーレンセナいかにもかっこいいでしょうね。それでは開けていきたいと思います。それでは行きましょう。 3,2,1 ファイヤー。おお、これは結構かっこいいぞ。もうこれはもうスポーツから子供好みですよね。これは子供の心をガシッと掴んでくれます。まず見た目は思ったよりもオレンジ色が濃いですよね。はい、こんな感じです。結構輝いてます、オレンジ色が。そして後ろにはスポイラーでしたっけ、ウィングでしたっけ、まあありますよね。で、前はこんな感じとなっております。いかにもイタリア車ですよね。そんな感じがしますよね。ギミックはサスペンションはない、ありませんか。ギミックは何もだなしですけど、この出来栄えならもう100点ですよね。こちらメイ、マクラーレンセナって書いてあります。こちらメイドインベトナムですね。ベトナム、まあ、普通のトミカもベトナム製ですよね。で、周りを見てみるとこんな感じです。やっぱりこの空気口の、ってか空気の取り入れ口だとか、結構、目立っててかっこいいですよね。さすが負けたイタリア車。後ろもいかにもイタリアっぽい感じのデザインです。この、これは1、2、3、4、5、6気筒ですかね。まあ、パイプ中か、まあ、それが6つあるんで。で、ここから、まあみんな乗るんですよね。内装としては、もう、内装は左ハンドルで、いかにもイタリア人とか外車感を出しております。で、黒の、なんか黒い感じですね。それでこちらにはマクラーレンのマークがあります。さらに、ここにも多分空気取り入れるんですかね。結構空気取り入れますよね。それでは、次はノーマルのマクラーレンセナを見ていきたいと思います。初回特別はこちら、少し、赤目というか、オレンジ色目の、違う時代でいいのかな、そんな感じなんですけど、こちらは普通の色です。それじゃあ、開けていきたいと思います。それでは行きましょう。はい。はい、こちらも結構、かっこいいですね。この、特に、このグレーの色って感じがして、とてもすごいかっこいいと思います。夜に彼女だとかを、まあ、乗せて走らせるみたいな感じですね。それが男のロマンってやつですよ。そして、外観はほとんど変わんないんですけど、外観はほとんど変わりませんけど、こちら、ここの色が違いますね。ここのグレーと、この、赤っぽい感じの色です。ちなみにこちら、思ったよりもロマンチックな色になっております。さっきこちらの方で紹介しちゃったんで、外観は何も
言うところはないんですけど、とりあえず外観は一周見てみるとこんな感じとなっております。やっぱりこれは色によってはやっぱりかっこいいさっていうのは感じ方が違いますよね。自分的にはこっちの方がかっこいいと思うんですよ。皆さんはどうですか？あとでツイッターの方で、あれですけど、ツイッターの方で投票を行います。ちなみにツイッターの方はこちらの概要欄からフォローをお願いします。2台まとめてみるとこんな感じですね。360度、ちょっと2台なんで難しいんですけど、ちょっとまあ肺が悪いんですいません。とりあえずこの2台まとめるとかっこいいです、両方とも。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も概要欄からフォローお待ちしております。それではまた次回。